ガード。敵の攻撃をガードなどで防御することで受けるダメージを軽くすることができます。ガードを発動するにはガードケアアビリティをセットしたボタンを押します。ボタンを押し続けることで ATB ゲージが足りている限りはガード状態が持続します。敵の攻撃がヒットする直前にタイミングよくボタンを押すとジャストガードと呼ばれる効果が高いガードが発動します。敵によっては特定の攻撃をタイミングよくジャストガードすることでノックアウトすることができます。敵の攻撃を見切って上級テクニックジャストガードを狙ってみましょう。これはまあチュートリアルにもありましたね。では次、チュートリアルにもなかったこのジャストタイミングによる効果アップ。戦うやファイヤーなど連続して入力できる攻撃系アビリティや防御系のガードなどの一部のアビリティはライトニングや敵の動きに合わせたボタン入力のタイミングで効果をアップさせることができます。ジャストタイミングの目安、物理攻撃。直前の物理攻撃がヒットした瞬間。魔法攻撃。直前の魔法攻撃を放った瞬間。ガード。敵の攻撃がヒットする直前。ジャストタイミングでの入力に成功するとライトニングの周りにバリア状のエフェクトが表示されます。ジャストタイミングは素早い判断と的確なアクションが必要な上級テクニックです。戦闘の中で体感し体で覚えましょう。さあ、このジャストタイミングによる効果アップというのは、まあ例えば攻撃の場合ですと、例えば物理ですね。まず物理見てみましょう。直前の物理攻撃がヒットした瞬間とはありますね。まず戦おうを やってその戦おうが当たった瞬間にもう一回戦おうのコマンドを入力すると、今放った戦うのダメージは上がるというわけではないんですね。その次の戦うの攻撃が上がるということになってます。まあマリオ RPG のアクションコマンドや FF8 のガンブレードになるとはまたちょっと違う性質があるんですね。で、これをまあ応用するとですね、まあ例えば強斬りなんかはまあ、ジャストタイミングはないんですね。だから威力は上がらないと思われるかもしれませんが、例えば戦うを行って、で戦うが当たる瞬間に強斬りを設置したボタンを入力してジャストタイミングに成功すると次の攻撃である強斬りが威力上がるというわけになっております。例えばキックなんかではですね、ジャストタイミングが成功すると次の攻撃が2倍になるんですね。なので強斬りの普段のダメージが1万だった場合、まず最初にキックを放ってそのキックが当たる瞬間に強斬りをセットしたアビリティのボタンを押すと、それで成功した場合は強斬りの威力が2倍になって強斬りのダメージが2万ということになります。そういった使い方ができます。なかなかこれはですね、もうこのチュートリアルの文にも書いてある通り、戦闘の中で体感し体で覚えましょうと、まあ、そうするしかないですね。結構難しいんですが、後半にですね、このゲームの後半にそのジャストタイミングをちょっと緩和させるアクセサリー などもあるそうなので、まあそういったものを手に入れたりして、まあ箱舟で高慢書ですね、いろんなボスと戦うあれ、まあああいったものを使って、まあいろいろ練習してみるのも悪くないでしょう。では今回の講座は以上です。いかがでしたか？飛躍ネクトールを試してみたご感想は？役立たずだな。毒にも薬にもならない。あれは
毒と毒を合わせた液体。どうやら打ち消し合って中和されたか。少し気分が良くなった気もするが微妙だな。まともな効果は何もない。精神への作用がうかがえる。これは予想通り。なるほど。では成分に問題はない。次は配合の塩梅を変えるか。まだ実験に付き合えと？当然にございます。たゆまぬ歩みこそ真の断りに至るただ一つの道。次もあなたに被験体となっていただきましょう。完成いたしました。先の飛躍をもとに解毒の作用を強めた新たなるネクトール、ぜひともお試しいただきたく。お、テレポの石碑があるぞ。今スイーター出てきちゃったな。倒そうか。まあ、こいつもですね、基本物理なので物理攻撃しかしてこないので、まあ例の静かなるガーディアンのやつで行けばいいんですけど、今 GP1 だし倒しておこうか。装備変えなきゃいけねえ。はい、ってことでちょっと装備を時間かけて変えさせていただきました。あ、ちょっと失礼、ごめんなさい。まあ、とりあえずチョコボイーターと大して、まあ、変わらないんですが、まああのこいつは風属性がまた弱点なので、あのアースイーターね、まあ、フーマのブレスレットを使って遠エアロ状態にして、でまあエアロラを連発していくことになると思います。こいつはですね、最初めちゃくちゃとにかく耐性が高くて全然ダメージ与えられないんですけど、まあ一旦ノックアウトして、でその後まあお腹を一瞬だけ見せるんですけど、まだすぐにお腹隠しちゃうので、でその後でもう一回ノックアウトして、その後でようやくお腹をちゃんと見せて大ダメージ与えられるということなんですけど、まあね、今回アースイーターはチョコビーターと違ってあの魔法耐性が下がらなくてずっと耐久のままなので、まあ物理で当てるしかないんですけど、まあ大ダメージ当たる機会がちょっと減りますね。でしかもチョコボイーターよりも結構 HP 多いんですよね。確かチョコボイーター24万でアースイーター28万だったと思います。だいぶ時間かかると思いますこれね。まあとりあえず一遍実験初対戦やってみましょう。失礼しまんにゃわ。あ、気遣いしちゃった。
これすぐ ATB なくなっちゃうな。あ、行ったか。行ったけど。乾いた風に散れ。ちょっと待ってください。今ムカムカするは多分デブロテだったと思うんですけど、どうだったかな。ムカムカする、あ、デブロテですね。だからこれはやっぱりガードしないと、まあ、静かなるガーディアンのやつでも体勢が下がって攻撃受けてしまうと。さて、よし、ついてきてみろ。あー、かかっちゃった。かかってしまいましたね。いよいよ、あー、今このバイオ状態を受けたのでネクトール回使いましょうか。このネクトール回はですね、ちょっと手に入れたイベントシーンプレイ動画でも入れる予定だったんですけど、ちょっと忘れてて入れてないんですよね。また編集で後から入れようと思います。とりあえずネクトール回使ってみようか。ちょっとムカムカ救いでしょ、あなた。液キャベ飲め、液キャベ。こういう倒せんじゃねえか。あー、デブレインのせいでちょっとやばい。削れー。あー、倒せた、よかったです。ネクトール回何も効果なかった、今見てなかった。あー、こいつルインがもらえるんだけど全然くれない。まあとりあえず倒せたな。あのムカムカする厄介だな。一応回避できるんだけど、あ、ちょっとまた装備戻さなきゃ。ちょっと一旦せーのポン。はい、さすがにめんどくさいですね。今装備戻しましたけど、もうやめよう。意外に簡単に倒せたけど、ちゃんと装備的確に変えないとあかんから、あー、めんどくせえ。もうあいつは戦わないでおこう。さてさて、13に出てきたバクティの名前のなんかアイテムがあるな。この先バクティのエナジー、バクティ出てくるのかな。あいつしぶといからな。あいつほんましぶとい。この先にアースイーターの秘録があるな。これ取った後で倒した方が良かったかな。大灯台そばの砂嵐に妙な影が紛れている。それから海岸沿いにトカゲやウルチョルだ。盗賊団相談役アドニス。どうか
まあ、うん、あ、スイタン。じゃなかった。もしもし。盗賊の集落はすぐそこです。あ、もうそうなのか。そこまで来ちゃった。記録は。邪魔だなお前。消えた。消えたな。うん、あれこれじゃねえな。安心の5分。デシェルン。うん、耐性 100% アップか。おい、お前、ひょっとしてヒロコを守ってんのか？あった。あいつからルインがもらえるのでね、もう本当は倒したいんですけど、どこだっけ、こっちか。野生でよかったかな。情報は得られないな。こいつなんか顔がグズラみたいだな。グズラ思い出した。こんな腕ないけどグズラ懐かしいな。顔がグズラっぽいな。グズラだと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 強い。さてもうちょっとって言ってたので進みましょう。この辺グランガチャ出てこないんだな。あ、スイターばっかり。なかなか GP が貯められなくなっちゃった。逆走したか？してないよ。うん、近づいてきた。お、なるほど。集落の住人は多分全員盗賊です。戦うのかな。身ぐるみ剥ぎに来るかもな。それならそれで好都合だ。え、何それ。返り討ちにして情報を吐かせる。自分を餌に情報収集ですか。ちょっと薄い本展開を想像したけど、まあそれはないか。さすがに無茶はしないでくださいね。さてさて、とりあえずテレポ調べて。長年砂漠の遺跡を調査しているのですが、石板なるものの謎に阻まれて。ポニーテールの見た目に反して意外にいい声。欲しけりゃ覗いてきな。値段交渉はお断りだ。あ、これがトバイさんか。バンナイフ一応もらっておきましょう。これ何個解除できるんだ。二つか。不満そうな顔だな。うちの品揃えに文句でもあるのか。うん、だいぶ少ないな。結構な品揃えだな。なんとでも言え。注文の多い旅人に用はね。文句があるなら他を当たりな。ああ、そうするさ。商人はお前だけじゃない。
煽っていくスタイル。残念ながら俺の知ってる限り砂漠の店はここだけだ。仲間ならもう一人いるにはいるが、腰抜け野郎でな、商売機をなくしまって商人としては死んだも同然だ。その商人に何があった？あいつはレイモンは砂漠に夢をかけてた。遺跡に挑む冒険者相手の商売で人を投げるんだって意気込んでたが、夢破れて落ちぶれたのさ。商売敵が潰れたのはお前にとっては得だったな。うるせえ、あんたに何がわかる。落ち着け。そこまで興奮する事情でもあるのか。なんでもねえよ。そうとも、あんたの言う通りさ。結局喋るんかい。野郎がふぬけたおかげで俺の商売もやりやすいってもんさ。なんならレイモンに話を聞いてみな。あいつは巨人の砂場にある遺跡のそばのバラックにいるぜ。なんだか変な人でしたが、他の商人がいなければ、アイテムの補給は彼に頼るしかなさそうですね。レイモンという商人に何があったのか調べてみますか。ここもバクティネージか。サイドクエストなんで。値段交渉はお断りだ。どうしよう、先にとこ、まあ、戻ったらええってこと。死んでからあの人レモンって名前だったっけ。後悔はできん。こっちじゃないな。巨人の砂場って言ってなかったっけ。あ、ここか。あ、そこかいな。これ、ここの人。そこまで。あ、そうかそうか。テレポの石碑あるから、まあ行ってもいいか。